皆様こんばんは。今夜の世界名画劇場は、今世界中の注目を集めているポーランドの映画なんです。アンジェ・ワイダという監督が1958年に作りました、ハイト・ダイヤモンドというこの映画なんですが、これはもう次の年59年に日本で公開されるや、もう大変な反響を呼びました。特に当時若い人たちがもうこぞってこの映画を見て、もうとにかくサングラスをかけながら国を憂いて語っていたのが印象的でございました。さあ、それでは最後までどうかごゆっくりご覧になってくださいますように、そして今の平和っていうことについてちょっぴり考えていただきたいと思います。それではまた後ほど。Słuchaj, kto to jest ten facet, bo ja zapomniałem? Szczuka. Kto to jest? Sekretarz wojewódzkiego PPR-u. Proszę pana. Smykaj stąd. Proszę pana, niech mi pan otworzy kaplicę. Zamknięte. Uciekaj. Maciek? Co jest? Jadą. Maciek! W porządku, czekam na większe rzeczy. Prędzej! Mrówki, cholera! Uciekaj. Uciekaj stąd. Idź. Panowie, szybciej, szybciej. Samochód, już! Panowie, nadjeżdżają, już samochód, szybciej! Thank you.
皆様、いかがでしたか。もう本当に最後にこのマチェックが、広いゴミの中でもってたった一人で虚しくこう寂しく死んでってしまうところが辛いですよね。なんかこう体が虫みたいにこうヒクヒクっと動いて、まあ、死んでしまう誰も見てないところで。それから追われていくシーンでこう白いキレがいっぱい干してあるところに隠れますね。で手がスーッと出てきた時にこう鮮血がファーッとこう散って、まあ、滲んでいくところで、ああいうシーンっていうのはやはりこの白黒の映画の、まあ、なんていうか凄さみたいなものみたいな気がするんですね。それにしてもこのマチェックを演じたチブルスキーっていう若い俳優さん、すんごく新鮮な魅力で驚きませんでしたか。私も今回見てこんなに素敵な人だったかって思ったんですけれど、この人は当時ポーランドのいわゆるジェームス・ディーンっていうふうに言われた人だったんですって。そういえばちょっとこうすごい純粋なんですけどね、突っ張っちゃってて、それからもうちゃっかりしてて、しかもなんていうのかしら、底抜けに明るいなっていう感じがしたんですけども、この役者さん残念ですけれども、その後何本か映画に出て、事故でもって亡くなってしまったんだそうですね。なんかもう本当にあんな明るい青年が国のために一生懸命やったにもかかわらず、やはりこう路線が変わっていったためになんか虚しく死んでってしまったっていうところが辛いですね。でこの映画を撮った監督のアンジー・ワイダーっていう人なんですけど、まあ本当によくこういう映画を描き続けてる人なんですって。でこのいわゆる、ハイトダイヤモンドの前に地下水道っていうやはりもう大変評判になった映画があったんですけれども、それもアンジー・ワイダーでした。それからその大理石の男とか、最近では81年にカンヌの映画祭をグランプリを、まあ、見事に取った鉄の男っていう映画、ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。まあ、この映画なんかを見てましても、皆さん今日もお気づきになったんじゃないかと思うけど、今のポーランドそのものって感じがしてどうしようもないんですね。でこういつも新聞やテレビやラジオでポーランドの記事が出ている、それとなんか今日こうやって見てるといつの間にかこういうふうに話がこうダブってきてしまうような気がして、なんかゾクッとしました。よくこういうものは近い未来への継承の映画なんていうけど、これはもう今そのものなんじゃないかなっていうふうに思われましたね。でアンジー・ワイダー監督はその後も相変わらず、ポーランド祖国のためにですね映画を撮り続けてるんです。こういうタイプの映画を撮り続けてるっていうことを聞きました。おそらく近い将来、また素晴らしい映画が出てくるんじゃないかなって、そういう意味でもこのハイトダイヤモンドを今日、放送したってことは大変意味のあることじゃなかったかと思われます。初めて私この映画を見た頃はちょうど松竹に席を置いてまして、私も映画を撮り始めた頃だったんですね。で何しろその松竹の助監督、若い助監督たちがこの映画をもうこぞって見に行って、もう4回見た5回見たっていう話をよく聞きました。そうすると次の日は助監督さんたちがこうサングラスをして仕事をしてるのを見ましてね、ああやはり強烈な印象だったんじゃなかろうかなっていうふうに思った覚えがあるんですけれども、実はここでですね、当時やはりこの映画を、まあ、ご覧になったであろうと思われる映画監督の篠田正弘さんにお話をちょっと伺ってみました。テープを聞いてください。アンジェイ・ワイダのハイトダイヤモンドを見た時の衝撃は未だに私の脳裏から離れることはないですね。私たち映画を志した者にとって戦後間もなく現れたイタリアンリアリズムの持っているドキュメンタリックなドラマの作り方に大変衝撃を受けたわけですね。でも私がいましたその頃の松竹の大船撮影所は大変女性映画路線の大変柔らかい映画を依然として作り続けてきたわけですね。そこへこのハイトダイヤモンドが出てきた時にはもうイタリアンリアリズムで受けた衝撃とはまた違った展開があったように思うんです。それは単にリアリズムだけではなくて画面の構図一つ一つが一種の象徴的な表現、あるいはもっとはっきり言えば詩的な表現に変わってきたと思うんです。まあ、そこにはアンジェ・ワイダが単に時代が屈折してきたという時に出てきた監督だからだけではなくて、彼の詩的な世界と政治的な荒々しさというものが2つが映画で表現できるということを私たちは知ったわけですね。そういう詩的な
表現、そういう肉体というものを求めて、あのチブルスキーがやったマチェクというアンチヒーローは、それは今までの映画に出てきたその主人公とはまるで違った、屈折して、そしてその演技はリアリズムというものだけではなくて、人間の心象風景までこう心を動かしていったように思うわけです。そういう意味では今まで見なかった俳優のタイプだったわけですけど、彼があっけなく死んでしまったのは、まるでアメリカのジェームス・ディーンのような最後にも似て、私たちのこう胸の中に強い印象を焼き付けたというふうに思うわけです。そして私はこの映画を見て、間もなく映画監督になったということからも、ハイト・ダイヤモンドは私の人生の大きな理定表の一つの作品だったと思います。監督の篠田正弘さんからでしたけど、皆様いかが感じられましたか。いずれにせよ、もうこういった大国の間に、狭間にある国が自主独立するっていうことの陰には本当に多くの犠牲があるっていうことをつくづく感じさせられた映画でした。